Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. 5月の12日からの発音コース、12週間の発音コースの、生徒募集をしたんですけれども、なんと24時間以内に定員になりまして、定員3名で募集していたんですけれども、定員になりまして、なんとですね、次回スタートは8月の18日なんですけれども、そちらも定員3名で募集予定だったんですけれども、もうすでに2名が予約済みということで、なんとですね、あと1名の募集になりました。夏からの、8月18日からのスタートの方も、予約を、受け付け始めて、もう2人がすでに、予約済みということで、あと1人の募集になってしまったんですよね。なのでちょっとこの動画でお知らせしたかったんですけれども、もし8月の18日から12週間の本格的な発音矯正コースを受けたいという方は、ぜひお早めに、概要欄の方をチェックして、そちらの方から、予約の方にですね、登録をしていただきたいなと思います。すごいびっくりです。ちなみに個人コーチングは現在新規募集をしていません。今は現在1年待ちになっております。ありがとうございます。個人コーチングの方は今1年待ちになっていて、で5月の12日スタートの発音コースはもう満席になっていまして、次回私から直接学べる、そういうコースというのは8月18日スタートで、あと1名のみ募集していますので、もしこの機会を逃したら、私のその直接、このフィードバックがある発音コースを受けられるというのは、そうなるともう11月とかになってしまいますね。なのでもし本当にもう今年中に、発音を学び始めて、基礎を学び始めて、そして、本当にもう1回で通じる発音を目指しているという方は、ぜひこの8月18日スタートの、発音コースの方をチェックしてみてくださいね。でどういうことが学べるかっていうのを紹介します。まずは Breathing。 Breathing is really really important, right? まずは呼吸、発声が全然違いますからね。発音というのはその、空気と振動ですから、空気とか振動とかどうやって出すか日本語の、発声とは一切違います。日本語と英語ってすごく遠いんですよ。カルチャーも遠いじゃないですか。文化も結構逆のことが多いですよね。でそうなると言語もそのストラクチャー的にその言語のその構造も結構逆じゃないですか。語順とか発音も逆なんですよ。逆だからこそその発声とかその空気とか振動を使うっていうのも本当に英語と日本語では違いますので、その辺をこの12週間でみっちりと学んでいくという感じになります。で他にも、ストレスとか、ストレスっていうのはどこを強く発音するかなんですけれども、どういうストレスパターンがあるか、イントネーション、イントネーションは、英語は抑揚を大きくつけた方がいいっていう人が多いですが、実は大きくないです。日本語の方が実は、抑揚が急激なんですね。なので英語らしくするイントネーションを手に入れるにはどうしたらいいかというのと、あとは、リンキング、音がつながります。やっぱり英語というのは音がすごく飛ぶんですね。でそうなるとやっぱ音をつなげていかないといけないですよ。音が飛ぶから音が自然につながるって言った方がいいかもしれないですね。なのでどういうふうに音をつなげるかとか、 Vowel Reduction と言って、母音がどうやって弱まるか、普段の会話の発音って、これが普段の会話だとすると省エネモードなんですよね。どんなに話しても疲れないように話すのが普段の会話ですので、普段の会話って 60% くらいのエネルギーを使う省エネモードなんですよ。教科書で習う発音というのは全力モードですから 100% の力でいきます。そうなると発音の仕方って全然違うんですね。早く省エネモードで話す方は音が弱まったり、つながったり、脱落したり、スピードが速まったり、いろんなことが起こりますので、ぜひその教科書発音からこう離れるためにも、離れて早い発音を聞き取れるようになるためにも、 Vowel Reduction っていうのを、理解しておくととてもリスニング力も上がっていくと思います。そして、What is it? Oh, consonant clusters. 子音がいくつかごちゃってつながるとき、どうやって発音したらいいかっていうのもこのコースで紹介しています。
And what else? Oh, ポイントシーンですね。大切なポイントシーン。私のコースはポイントシーンが結構後半になってるんですよ。最初にこの big picture、大きな大きなその発音の要素を学んで、その後に細かい母音子音に入っていきますので、その母音も子音も一個ずつの音を練習していきます。なので母音って、例えば英語の母音って21個とかそれくらいあるって言われてるんですけれども、それを全部一個ずつ、練習していきますね。でさらにアメリカといっても、広いですよね。西と東では発音が結構違いますので、西側の発音を手に入れたい方、東側の発音を手に入れたい方ということで、ちょっと音が違うところも紹介します。子音は、いや本当に例えば F の音とか、唇を噛むとか、噛まないですからね。 TH も舌を噛まないですからね。そういうのを練習したり、あと Y の音、年って発音できますか？耳、耳は ear、 年は ear、 何が違うんでしょうか？今全然発音が違ったんですけれども、それを、違いを分かって、そして自分が年という発音を練習できることによって、振動と空気が分かってきて、リスニング力もどんどん上がっていきますからね。その辺も具体的に年という発音どういう風にしたらいいかという具体的な練習方法とかも紹介しますので、この12週間で本当にもう発音の基礎、そして IPA の読み方とか、そういうのもどんどん分かってくると思うし、発声の違い、そして日本と英語の文化の違い、そして発音のそのバランスですね。日本語と英語って、その言語のその構造が先ほど違うって言ったんですけど、だから発音も逆になるんですね。だから発音する時のバランスというのが、バランスってとても大切ですから、バランスというのが日本語と英語では逆なんですね。なので、そういう、それはどういう意味かっていうのもこのコースでしっかりと、教えていますので、本当にもう12週間を集中して一生懸命練習したいという方は、ぜひ、8月18日からの、発音コース、12週間の発音コース、残り1名しか受け付けていませんので、ぜひお早めに、教えてくださいね。で、What is it? 今何か言おうと思ったんだけど忘れちゃった。このコースの対象は、 It's really important. Who's this is for, right? So,英語環境で働いている方、 If you're working in an English environment or if your English is at an advanced level living in Japan but working with American people there, or if you're an English coach or English pronunciation coach who wants to teach pronunciation, this is for you. 申し訳ないんですけれども、このコースは英語上級者のみの対象になっていますので、英語の初級者、中級者の方は申し訳ないんですけれども、この、コースを受けることをお断りしていますので、ご了承ください。でも、私の、発音コーチ仲間が、初級者、中級者をターゲットに教えている方もいらっしゃいますので、紹介できるかもしれないので、もし、何か相談とかありましたら、お気軽にですね、コンタクトフォームが概要欄にありますので、そちらの方からご連絡くださいね。そして、練習する時間がない方はこのコースをお断りしています。で、どのくらい練習する時間が必要ですかという質問をもししてくるならばですよ、どのくらい練習したらいいんだろうって、疑問に思っている方は、こういうふうに思ってみてください。発音って一日中使っているものなんですね。で、発音ってその毎回英語を話すときが練習なんですよ。つまり一日中練習してください。これが、私の、エクスペクテーションになります。私のコースを受ける人は一日中練習する、そのマインドセットを持っている方、こういう方を対象にしています。英語を一回一回話すとき、もうそれが一回一回の練習ですからね。で、もし、誰かに話す機会よりも、例えばお家で一人でいるということが多いときは、自分に話しかける、独り言で Oh, what am I doing? Oh, yeah, I forgot about it みたいな感じで一日中独り言を言っている、それくらいの練習量がいいですね。で、それで毎回話す、発音するときが、それが練習なんですよ。なので、練習する時間は毎日起きて話している間ずっとです。
そのマインドセットをぜひ持ってこのコースを受けてみてくださいね。でまた、英語を使わないという方、申し訳ないんですけれども、このコースをお断りしています。というのは、本当に英語環境で働いていて大変な思いをしている人だけに私の時間とエネルギーを使いたいんですね。なので私ができることというのは限られています。なので、私の時間とエネルギーを誰に費やすかっていうのはいつも慎重に選ばせてもらっていますので、どうしても今、英語環境で働いていて、で、例えばプレゼンテーションしないといけないけど自分の発音が通じているかとてもわからないから不安だとか、何回も何回も繰り返して発音しても相手に伝わらなくて、で、仕事上のコミュニケーションでの支障が起きているとか、そういうですね、本当に大変な状況にいる方、そういう方に私のその個人的なサポートをしていますので、ご了承ください。もし趣味で英語を学んでいる方、発音を伸ばせたらいいなと思っている方はセルフスタディがありますので、自主学習で私のオンラインコースを受けることができますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてくださいね。 Okay, so if you have any more questions aboutmy pronunciation services, please let me know. You can comment here or you can contact me through that contact form in the description box. Alright, so thank you very much for watching and I'm looking forward to working with you. Alright, bye!